次に矢田川はじめくん。矢田川くん、立憲民主党の矢田川はじめでございます。それでは早速質問に入ります。お手元にあ今これ、資料をお配りしますので、資料1というのを見ていただきたいと思います。これ国交省、おそらく航空局がお作りになったんです。これね、いや本当に分かりやすい素晴らしい資料だと思います。国内線、国際線、コロナ前から今日に至るまでどの程度飛んでるかというのがですね、はっきりこれで分かります。で、国内線はね、ある程度、こんな、最盛期でコロナ後はですね、去年の12月にも 92.5% の回復してるんですね。だけど残念ながらまたコロナ感染拡大してですね、今半分程度になっているということで。ところが国際線見ていただくと分かるように、もうほとんどもう1割前後で推移してるんですね。ですから国内線の方に関してはね、GoTo トラベルなんかもねありますので、非常にこれは期待を持っているんですけど、国際線に関してはね、やはりどうしたらいいか。で、やはりですね、その国際線を多く飛ばすためにもですね、やはり入国に関してね、入国者数制限の撤廃、並びに段階的な検査の廃止をね、考慮する段階に来たと思うんですが、政府の見解を伺います。川上内閣参事官。お答えいたします。水際対策でございますけれども、オミクロン株の科学的知見が蓄積されてきたことなどを踏まえまして、3月から段階的に緩和を進めております。感染拡大の防止と社会経済活動のバランスを取りながら対応を進めているところでございます。この中で具体的な緩和策といたしまして、入国制限につきましては3月1日より観光目的以外の外国人の新規入国を認めてきておりますほか、入国者総数の上限につきましては、日本人の帰国需要や留学生などの外国人の入国ニーズに適切に対応するため、4月10日より1日当たり1万人まで引き上げて対応しているところでございます。一方で現在の水際対策の柱の一つといたしまして、引き続き入国者全員に対しまして検査を求めるという措置を行ってございまして、こうした措置の確実な実施を確保するために、合わせて入国者総数につきましても上限を設けまして対応しておるところでございます。こうした入国者総数の制限や検査のあり方なども含めまして、今後の水際対策につきましては、国際的な人の往来が日本の経済活動にとって極めて重要であるという認識を持ちながら、内外の感染状況や検査体制なども勘案しながら、適切に判断してまいりたいと考えてございます。矢田川はじめ君。適切に判断するという言葉の意味がよくわからないんですけども、具体的に感染状況がここまで落ち着いたら決断するのか。例えばヨーロッパなんかはもうね、イギリスなんかもマスクもなしでね、でヨーロッパの便はどんどん飛んでるんですよね。その辺の国際状況も見極めながら、こういうところになったらこうなんですよということを具体的に言えばおっしゃっていただければと思います。川上内閣参事官。お答えいたします。具体的な緩和の内容につきましては、現在引き続きまだ検討しているところでございまして、今の時点で確固たる内容を申し上げることはできないのでございますけれども、今後の水際対策の在り方につきましては、今ご指摘のありました各国の水際措置のあり方、また新型コロナの内外の感染状況、日本人のその帰国需要などを踏まえまして検討してまいりたいと考えております。矢田川はじめ君。検討という答弁はそれでいいんですけどね、本当の検討の意味はやっぱりしっかり分析してこうだというねことだと思うんですよね。その辺をぜひ強く要望したいと思います。それとですね、資料2を見てください。これはですね、これはアダグっていうんですかね、エアトランスポートアクショングループ、航空業界でサステナビリティを推進するグローバル連合が作った資料なんですがね、先ほどから、SAF ですね、SAF って言ってると分からない人がいるかもしれないので、改めて申し上げますと、英語でサステナブルエビエーションフューエルと、だから持続可能な航空燃料ということなんですよね、翻訳するとね。みんな SAF って言うけどね、
私の地元でサフって聞いて分からない人いるもんであえて申し上げました。それでですね、まあ、これ見れば分かるんですけどね、まあ、新技術導入、運行方式改善、サフの導入と、まあ、この3つの柱でね、CO2 を削減していくと。で、これどう見てもね、やはり先ほどから話ありますように、新燃料、サフをね、導入するのが一番大きな効果があるんだということですよね。それでですね、一つ確認したいんですが、日本政府が閣議決定しました気候温暖化対策計画ではですね、航空分野の脱炭素化の目標として、単位輸送あたり CO2 の排出量について、2013年度の 1.3977kg を、2030年度には 1.1693kg としまして、約 16% の CO2 排出量削減を掲げています。これは本邦エアラインによる燃料使用量の 10% を新燃料に置き換える、サブに置き換えるという目標を達成することによって、2030年における単輸送あたり CO2 排出量である 1.1693kg が達成可能となりますか。久保田航空局長。お答え申し上げます。昨年10月に、地球温暖化対策計画の改訂版が閣議決定されまして、国内航空につきましては委員ご指摘の目標が設定されたところでございます。でこの目標に対しましては、SAFの導入促進のみならず、機材や装備品への新技術の導入や管制の高度化による運航方式の改善、そういったものも併せて取り組むことで、この計画の目標の達成を目指すということになるというふうに考えてございます。北川はじめ君。わかりました。SAFだけではなくね、その今おっしゃっていただいた新技術導入運航方式改善も含めてやるんだということでした。それでですね、まあ、先ほど来もうSAFのことについてですね、国内生産がまだほとんど始まってない、外国からの輸入に頼らざるを得ないということなんですが、これはちょっと聞いたんですが、大体今、まあ、先ほどの公明党の川西議員もおっしゃってましたけど、まあ、フィンランド、アメリカから輸入する場合、1リッターあたり200円から300円で、ジェット燃料は今大体、原油高前は1リッターで60円だったのが、今80円ぐらいですよ。で、日本のあるね、会社がですね、開発してですね、あえてどことは言いませんけど、大体1リットル1000円でどうだという話があるみたいですよ。とてもとてもね、1リッター1000円じゃない、買う航空会社ありませんよね。だからさっき稲富さんが指摘したように、やはり、ましては今コロナ禍で苦境にある航空業界ですから、やはりある程度ね、まあ、インセンティブをやらないと、とてもこれは導入は進まないと私も思います。そこでまずですね、お聞きしたいのは、やはり国内サフの開発にね、しっかり支援しなきゃいけないと思うんですが、それについてどのようなことを考えているか、資源エネルギー庁ですね。はい、おっしゃってください。南長官官房資源エネルギー政策統括調整官。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおりでございますが、今国際、航空分野でのですね、国連専門機関である ICAO ではですね、2020年以降 CO2 排出量を増加させないという目標を示しておりまして、この目標達成のためにこの SAF がですね、の活用非常に重要だというふうに思っております。従いまして今後世界的にもですね、需要の増大が見込まれているところでございますが、しかしながら2020年時点での世界のですね、SAFの供給量は、世界のジェット燃料供給量の 0.03% にとどまっているところでございます。政府としましては、こういった状況を考えまして、2017年度からですね、NEDO を通じて、SAFの製造技術開発実証に取り組む複数の事業者を継続的に支援してきておりますし、また加えまして、昨年創設しました2兆円のグリーンイノベーション基金を活用しまして、SAFをですね、大規模に製造するための技術の確立に取り組む事業者を支援するということで、先日4月19日にですね、プロジェクトを採択させていただいたところでございます。このようなですね、支援を引き続きしっかりやりまして、技術開発や実証に取り組む事業者を後押ししてですね、
国内におけるサフの生産体制の早期構築に取り組んでまいりたいと思っております。矢田川はじめ君、はい、なかなか国内生産がどこまでできるかというのは今現在見通せないということだと思うんですけどね。ただ少なくとも2030年までに、航空燃料の 10% をサフに置き換えるということでございますので、それまでの間はね、国内でできなければ輸入しなきゃいけないわけですよね。で、輸入する場合ですね、実は私の地元成田空港の燃料というのは千葉港にタンカーが来ましてね、でそこから千葉港からパイプラインで成田空港に運んでるんですよ。ところが千葉港のその接岸できるタンカーというのは5000トンぐらいまでなんですね。で、5000トンのタンカーって非常に小さいんですよ。だからやっぱりサフを本格的に輸入する場合にはやっぱり10万トンクラスのね、タンカーが必要だと。で、その10万トンクラスのタンカーが接岸できるところね、まあ、日本でその数多くないと思うけども、やっぱりそこにですね、やっぱり貯蔵施設がないとね、サフの有効活用できないんですよね。ですからこの辺のですね、その貯蔵施設の整備も必要と考えますけども、こういった対策についてね、国交省でどう考えているか、おっしゃっていただければと思います。委員長。斉藤国土交通大臣。サフを大量に保管できる貯蔵庫を含め、まあ、サプライチェーンをどうするかというご質問かと思います。サフの導入促進に向けた工程表を昨年取りまとめまして、燃料使用量の 10% を本邦航空会社による燃料使用量の 10% をサフに置き換えることを目標として掲げております。この目標の達成のためには、まず国産サフの供給体制をしっかりと確立させることが重要でありますが、併せて輸入も含めサフの貯蔵や供給を行うサプライチェーンの構築についても進めていく必要があると認識しております。サプライチェーンの構築につきましては、国土交通省において令和4年度予算においてサフ関係として約1億円を計上し、その中には輸入サフを航空局の所有する飛行検査機、これ飛行機ですけれども、国交省が持っている飛行機なんですが、この飛行検査機に給油する実証事業等を盛り込んでおります。まあ、こうした取り組みを通じ、サフのサプライチェーンが確実に構築され、サフの安定的な供給体制が確立されるよう、空港や給油事業者を含む関係者とも連携して取り組みを推進してまいりたいと思います。矢田川はじめ君。その10万トンクラスのタンカーが接岸できるところに十分な貯蔵施設は今あると、そういう認識はお持ちですか。私はないと聞いてるんでね、今こういう質問したんですが。久保田航空局長。お答え申し上げます。現状におきましてはですね、国内においてなかなかサフはですね、実用化の段階に至っておりますので、至っておりませんので、そのような施設はないというふうに承知しておるところでございます。矢田川はじめ君。輸入に頼らざるをえない期間は一定期間あるわけですから、輸入がスムーズにいくようにね、やっぱり貯蔵施設の整備というのも真剣に検討していただきたいと思います。それで先ほどね、公明党の川西議員が質問されましたので、これについて答弁いただくとすればどなたになるんですか。ごめんなさいね、何言ってなかったです。要はそのサフの生産利用企業に対する資金支援やサフ生産企業に対する税額控除、これについて、監視員が質問されて、さっき答弁された方はどちらで、久保田局長がされました。じゃあ、あれ以上の答弁は私ね、多分期待できないと思うんで、私からもやはり先ほど稲田さんもおっしゃったけども、やはり税金をね、やっぱり取らないと、税金を安くしますというようなインセンティブぐらいね、やっぱりもうちょっとね、国交省が財務省に掛け合いますというぐらいね、この委員会で言ってほしいんですよ。そのぐらいやはり国交省がこのサフをね、積極的に航空会社に使ってもらいたいと思うんであればね、国交省主導で他の省庁を説得しますというぐらいの規約でやっていただきたいことを要望したいと思います。斉藤大臣、よろしいですね。斉藤国土交通大臣。しっかりと支援してまいりたいと思っております。はい、すみません。矢田川はじめ君。大変失礼しました。公明党の議員の方、葛西先生でしたね。大変失礼いたしました。申し訳ありませんでした。
じゃあ、あの大臣から前向きな答弁をいただいたと理解しました。ありがとうございます。それで資料4を見てください。これ2006年にですね、定期航空協会が横田空域が全面返還されれば140億円の経済効果があって、で燃料も削減される、 CO2 も削減されると、まあ、こう至ったんですね。でその結果2008年に、これの委員会で申し上げましたけども、8回目の横田空域の一部返還が認められました。で、ですからこの SAF の導入も大切だけども、やはりね、航空ルートをできるだけ短くする。そのためには、やはり横田空域をね、全面返還してもらうというのがやっぱり理想だと思うんですよ。そこで大臣ね、先だって、冬芝大臣下の当時の鈴木九太さんという航空局長が、全面返還を目指して頑張りますと言ったにもかかわらず、大臣からは全面返還しますと、全面返還目指しますと、そういう答弁が何回聞いてもなかったもんで、ちょっと聞き方を変えます。大臣は横田区域の全面返還を諦めていませんね。イエスかノーかでお答えください。委員長。斉藤国土交通大臣。イエスかノーかというお問いですが、ちょっとイエスかノーかだけでは答えられない部分がありますので、ちょっと答弁させて、いただきます。議員ご指摘の点については、平成20年当時とその考えに何ら変わりはありません。改めてちょっとご説明申し上げれば、横田空域は横田飛行場において米軍が侵入管制業務を行っている空域を言いまして、米軍の排他的使用が認められるものとして米側に提供された空域ではございません。したがって、いわゆる横田空域の返還とは、当該空域における米軍による侵入管制業務の日本側への移管であり、その全面返還とは、当該空域において我が国が一元的に管制できるようにすることを意味します。まあ、このような認識のもと、引き続き横田飛行場等が在日米軍や我が国の安全保障上有する重要性を踏まえつつ、当該空域を一元的に管制できるよう、関係省庁と協力して、米軍と調整するなど、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。矢田川はじめ君。あえて全面返還ということをお使いにならないのがちょっと不思議にならないんですがね、実はこれ、2006年のね、10月28日、朝日新聞なんですが、当時 の、 日米民間航空分科会、日米合同委員会の分科会に、ね、出席された長田当時管制保安部長、これは結局、8回目の横田空域の返還に合意されたときの、ね、新聞記事なんですが、そこによるとね、長田さん、こうおっしゃってるんですよ、米軍や自衛隊の基地があり、現行の日米関係を前提とする以上、これ以上の削減は難しい、最大限米軍が譲歩した結果だと、でアメリカ側がこう言ってるんですね、最も効率的でベストな結果を提供できたと、ベストな結果を提供できたと、そうするとこの朝日新聞の記者は、これ以上の削減は難しいと認識を示したと、まあ、そういう主観を述べています。で私も過去の国会答弁見てみたんですが、その冬芝大臣の下での、ね、鈴木航空局長の答弁というのは、あの時点では2008年の返還前ですからね、とにかく全面返還目指すんだと強い意気込みでね、やった結果が2008年の返還につながったと、私はそう認識しております。で、2008年の返還が実現してからね、まあ、資料 5にね、書きましたように、特に石井国交大臣も、それから、斉藤国交大臣もね、一元的に管制する官邸から関係省庁と協力をしながら、米軍と調整をしてまいりますと、このフレーズなんですよ、みんな。河野外務大臣も、それから元に外務大臣も、びっくりしました。だからこれ、もしかしたらね、私、日米合同委員会でもうこれ以上の返還は日本は求めませんと、そんな道があるんじゃないかと、疑いたくなるんですよ。そんなことをないとおっしゃるんであれば、ぜひ全面返還を目指してとおっしゃっていただけませんか。
委員長。斉藤国土交通大臣。先ほど来、前回からずっと申し上げておりますように、我が国が一元的に管理するということを目指しております。そういう意味で、あの時に平成20年に鈴木局長が述べた答弁も基本的にそういう考え方でございまして、基本的な考え方に何ら変わりはございません。与田川はじめ君。それではね、2008年の8回目の返還がなされた後のね、国会議事録で、さっきの一元的に管理するという以外でね、前向きな答弁した政府っていうか、政治家は安倍総理一人なんですよ。で、2013年、これ、参議院の予算委員会で、横田君にね、こう安倍総理はおっしゃってる。これは我が国のまさに領空でございまして、空域でございますから、返還していただけるよう努力していきたいと、このように思っておりますと。皆さん、2013年というのは、2012年の時にね、安倍総理が日本を取り戻すというキャッチフレーズのもとね、選挙を戦って勝利されましたよ。ですから安倍総理も、その思いを持ってね、こういう答弁をされたと思う。それと、2019年の予算委員会、我が党の本田平直議員に対してですね、まあ、横田区域についてね、こうおっしゃってる。この空域については、いわば日本側として、これを全面的に使わせてもらいたい。日本の空域としてですね、それはそういう気持ちはもちろんありますと、そう安倍さんおっしゃってるんですよ。ですから、安倍総理と同じように、そういう気持ちが斉藤大臣もあるという理解でよろしいですね。委員長。斉藤国土交通大臣。もう一度申し上げますが、この横田飛行、この空域というの、横田空域というのは、米軍が侵入管制業務を行っている空域を言いまして、米軍の排他的使用が認められるものとして、米側に提供された空域ではありません。従いまして、総理がおっしゃった、安倍前総理がおっしゃったことも、まさに一元的管理を目指すという意味で、おっしゃったもの、このように思っております。我々も一元的管理ができるように、それを目指していきたいと思っております。与田川はじめ君。斉藤大臣はやはり慎重な方なんですね。もうちょっとすっきり言っていただければいいなと思うんだけどね。じゃあ、少なくとも一元的管理を目指すとおっしゃるんであればね、この間も指摘したけども、資料5の B をね、見ていただきたいんですが、1995年のね、今から27年前ですよ、当時の黒野航空局長は、全世界のことを承知していないが、あまり常識的なことではないことは確かだと思うと、そういう答弁されています。で、久保田局長はこの間ね、私の質問に対して、航空局といたしましては、全世界の航空管制の状況をつぶさに把握しているわけではございませんが、ご指摘のような条件すべてに該当するような事例については承知していない、そういうことでございますと、なんかちょっとね、2人を比較すると、少し後退しているように思えてるんですが、私、これでも指摘したけど、やはりすべてを承知しているってことじゃなくてね、すべてを承知しているわけじゃないってことじゃなくて、すべての国の航空管制を調べましたと。その結果こうでしたというぐらいね、調査していただけませんか。久保田航空局長。お答え申し上げます。ちょっと一般論としましてですね、申し上げたい部分があるんですが、駐留軍隊が受け入れ国におきまして活動を行う場合には、航空管制業務の実施主体やルールについて何らかの取り決めというものがなされているもの、何らかの取り決めがなされているものと考えられますが、それはですね、各国におけます、そういった軍隊駐留のあり方とか、それから安全保障環境とか、地理的要因、そしてまた民間の航空機がどのような運航をしているかということによって、さまざまであるので、一概に比較することはちょっとそもそも難しいと、そういう認識に立った上でですね、先生ご指摘の諸外国の事例というものにつきましてはですね、現時点においては正確に把握しているものではございませんが、可能な範囲内におきまして、各国の事例について調査を行うなど、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
矢田川はじめ君、ぜひね、日本国は独立国なんですから、一元的に航空管制を行う当たり前のことなんですよ。それができてないということがおかしいんであってね、ぜひ大臣、改めて強い認識を持っていただいて、前向きに取り組んでいただきたいと思います。時間が来ましたので終わります。次に構図